前回の次回予告でもあった通り、俺たち3人組はマップ探索に出かけた挙句、帰り道がわからなくなり、たまたま見かけた屋敷を訪ねたところ、なんか知らんが閉じ込められたって設定で、今回はこの屋敷から脱出するのが目的だ。てな感じで、憂鬱クラフターズの消失、シャープ 4.5 始まり。よいしょ。はいね。何これ。大丈夫か。はい。よし。いや。一緒中だよ。ごめんください。誰もいないのかね。誰もいないね。おかしいな。第一の海だった気がしたんだけど。いつの設定？誰かいない。じゃあ俺はこっちを調べてみるから。うん、わかった。俺じゃあみんな頼むよ。はいよ。なんかボックスあるよここに。あ、なんか食料が入ってる。焼いたじゃがいも、スイカ、腐肉が入っ晩ご飯って書いてあるんだ。晩ご飯って書いてあるんだけど。何？怖いよ。取っちゃっていい？いいのかな？いいんじゃない？だこれ下にもなんかチェストあるよね。これなんか取れないね。こっち側は開けられなかったな。ここになんかあるんだけど。押していいこれ。ああ、なんか奥にチェスあったよね。もう一回。お、はい。一瞬で取る。取れなくね。あ、取れた。何か入ってる。キー。あ、鍵入っ。あと母さんの作るご飯はまずい。何の肉だろう。っていうメモ書きが。はあ。じゃあこの肉ってじゃあこっちの晩ご飯と関係してんじゃない？まさかそんな。うん。あ、待って。あそこにさボタンが見えるんだけど。え？ここ。どこ？この。何？やけんちの顔しか。クマ氏の顔しか見えません。そりゃそうだろう。なんかがいるの？いや、ボタンが奥に見える。マジか。ちょっと押してみますね。何も起こんねえ。いや、何かが起きると思う。反対側のやつが動くから。うん。お、開いてんじゃん。あ、入れる？開いてる？え？あ、違う、そこじゃない。あっち、向こう側の扉開いてる。あ、ほんまや。ほら、ここ。あ、ここ。おお、音ブロック。何これ。音を奏で叩くと音を変える。ちょっと待って、まずあっちの絵画の方ちょっと先行ってみよう。うん。音楽が流れる。あ、なんかある。チェストがある。開けてみましょうか。金の塊にいっぱいあって鍵が入ってる。鍵取っとこう。ここの中は入れない。あ、ここに鍵を置くんじゃない？ここ。なるほど。ちょっと置いてみるか。あれ？置いた。じゃあ置いて、じゃあこれを。ってやるとここは。あ、ここはあれ？ここが今開いたのここ？ここだね。何なんだこの屋敷は。この屋敷は何なんだ？お、なんか下があるよ。ここにもあるよ。先にこれさっきの空いたところ行った方がいいんじゃね？どこが先に行った方がいいだろうねこれ。とりあえず、あ、ここにもなんかキーをつける場所もある。待って、ちょっとここ入ってきて豚が。ここが調理場ってこと？家畜が。もしかして。ああ。なんかね。いろんな実験が。鈍化のポーション。毒のポーション、ダメージポーション、弱体化ポーション、ポーションが作られてる。これ乗るとさ、これ豚潰されちゃうんじゃない？ほら言わんこってない。ああーって嘆きながらのって言っときながらアップしてんのもうやらいねえから、もう潰れてるから、もういないから、もうああ忘れないよ、命は最低最低。こいつ確信犯なのになんでこんな優先としてんの。ほらお一人様、お一人様からありがとう。はい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 、違いますよ、早く入ってきなさいよ。なんだいじめか。鍵だね。鍵だね。じゃあここは私が持ってるやつ。え、ここが出口。もしかしてこの先にもまた。ああ、ほと必要だね。ここは多分ここ最後の方かな。1階のところにあったさ、もう一つの音楽のなる部屋行こう。そうだね。ちょっと引っかかるなここ。ここはあ、待って、ボックスがあるわ。これなんか。音楽ディスクがいっぱい入ってる。ほんと。え、そっちにも入ってる。うん、いっぱい入ってる。名探偵コナンとか。ええどういうこと？名探偵、あ、漫画ですか？あ、ごめん、間違えたわ。名探偵コナソって書いてあったわ。あ、名探偵コナソ。人体の神秘。うん。黒い顔の男パート4。一つだけの音符、マインクラフト上級者、私たちは中級者くらい。エロ本、エロ本入ってんだけど。本当。明快合衆か。へそくりは絵の裏に。父さんは本が大好きだ。どういうことが。いや、この本棚の裏とかに何かがある。楽譜鳴ってるよ。ここはなんだ。とりあえず上登ってみる。おお、物置部屋、屋根裏部屋かな。あ、すごい。何これ。サドルがいっぱい入ってる。雲の巣。あ、なんか扉がある。ちょっと待って、一個一個見てみよう。うん、雲の巣。絵だ。ベッドが入ってる。あ、地図ゼロに。あ、キーも入ってるじゃん。入ってた。うん。キー取っとくね。じゃあもう次。ダイヤ一式。上もあるよ。まさか。とりあえずこっち行ってみましょう。動きづらいな。よいしょ。はい。いける？ああ、やばい、危ないね。こんなあったんだね、ここの。気がつかなかったけど。あ、鍵必要だ。ほい。なんかエンチャントテーブルが置いてる。ほんと、祭壇。今回のテーマ。屋敷の主。は？どういうこと？屋敷の主卵になってんじゃん。屋敷の主が卵になってる。幽霊。あそこの上は。あ、まさかこれ卵じゃん。だからこれ投げつけてその人喋るのか。あったよ。日。それどうやって真ん中から経由すれば。おかえり。おお、こがびっくりした。ごめんなさい。ホラーだよマジ。そうね、ここの看板に「おかえり」って書いてあるんだけど。どこ？そこの看板。本当だ、「おかえり」って書いてある。こう。ん？あ、なんかスイッチがあるよ。お、開いた。どこが開いた？全然見えねえ、なんだこれ。どこ？おかえり。ここってもわかんないから、こっちだな。こっちです。こっち。熊後ろ。おかえり。あれだ。ここだ。ん？今度は違う。何の部屋？開けてみよう。ダウンロードしてくれてありがとう。カールシ1 2 3 4制作者さん何をやってないんだろうね。絵の裏に作りがあるっていうのは。ん？待って。あ、ここ。どうでしょう。ん？どっか開いた。ちょっと乗ってるから。どっちだ？なんかここでガシャンってなんか言ったよね。言ったね。どこ？じゃあ多分なんか開けた？いや、何もやってない。音色を変えるとか。え、でもなんかガシャンって言った。言ったね。雑。超雑。あ、開いた。待って、今開いたから。お、痛い。ここか。危ない。ここか。でも開いてない。え？お、来ちゃう。あ、何その拷問。わかった。これ乗ってから一瞬だけ開くんだ。でも一瞬。あ、宝箱があった。あったね。じゃあちょっと行きますよ。あれ？開かない。あ、開いた。あ、鍵入ってる。鍵入ってましたよ。ああ、俺挟まっただけ。危険体にされた。鍵が入ってて。あれ？どこだっけ？ここ。あれ、ここじゃないよな。待って。あれ？さっきの。下の方で。ああ、下か。うん、でここで2枚目の鍵、2枚目じゃない、2つ目の鍵、あと1つだね、必要なの。なんかレバーめっちゃいっぱい見えるんだけど、なんだろう。最後の1つのあと1つ鍵を見つけてこないといけない。あ、待って、もうちょっと乗ってて、レバー。あ、あった。あ、影入ってるやん。なんか何も、待って、何も感じない。涙、所詮動物だ。悲痛、涙、考えろ、私たちは人間なんだ。悲痛。父さんがこの姿で生まれたのが悪いんだ。涙、ありがとう。何を言っても通じはしないさ。命は尊いんだ。何も悪くない。かわいそうなんて考えるな。生きる糧じゃないか。父さんが人を。え、怖い。怖い。さっきの豚さんは人だった。さっきの感覚で人をやってたってことでしょ。もしかしたら。だろうね。え、この屋敷の人は何を考えているんだ。じゃあ開けてみてください。オッケー。で。あ、待って。ここに子供が閉じ込められてる。助けなきゃ。恋ですか。どちらにせよあなたを恨む。え？ここ鍵。まずもう一個鍵必要？もう一個鍵必要。近くにあるとかない？まだどっかで見逃してるはずだよね。さっきの物置部屋か？金。怖っ。お。あった。噴水の中ありましたよ。なんかありましたよ。ちょっと。この流れ。ああ。開いた。入ってた。鍵入ってました。オッケー。結構早い段階で見つけちゃったね。じゃあ早速行きましょう。最後、名探偵コナソ。アソパソマソじゃないんだから。あれすごかった。じゃあ行きます。なんだこの部屋。チェストがある。早く逃げなきゃ。あいつが殺され。黒は悪、白は善。私は真実、あなたは嘘つき。俺らは嘘つきだから。あ、白。どういうこと？なんか試しに。レバー。どこかを引くと。どっかなるんだろうね。黒は真実。ん？じゃあ黒は悪人。あ、なんだっけ。黒は悪、白は善。私は真実、あなたは嘘つき。どういうことだろう。カチッって言った？黒は悪人でしょ？え？なんだ？どこが開いたんだ？この点は何だろう？多分なんか意味ありげだよね。血じゃね？これはもしかしたらやってるけど、白の骸骨が置いてあるところのレバーを引くとっていうことかな。いや、とりあえず白い骸骨のところをレバー倒してみる。いや、もう倒してある。あ、あるんだ。クマがやった。とりあえずじゃあ逆に黒やっちゃった。ここ倒すとなるかなるな。ここ倒すとなんかなるね。じゃあ俺は奥の方でなんか見てみるか。さっきのところカチカチやってみて。そのままにしといて。あ、開いてる。地下室行ってみましょう。おう、怖っ。地下。豚がいる。ビッグマン。ビッグペン。鍵が必要だよ、ここ。いや、でも普通に開けられるね。でもやっぱ鍵で開けた方がいい。ああ、そう、どうなんだろう。鍵で開けるやつなの。フェンスゲート、ドアと似ているが主に柵。とりあえず鍵を探してきてみる。あ、待って、あ、ここも開いてる。待って。そう。でも俺戻れんのこれ。熱い熱い。待ってやばくねこれ。やばいね。これちょっとやばいっすね。積んだ。やばくね。ちょっとこの中見てみます。誰かの衣装。赤い文字。何も入ってなーい。豚がいるー。ああ。だってこれ出れないよ俺。死ぬしかねえっぽいよ。このボックス。でもそこを開けるのにも鍵が必要なんじゃないの？いや、そこは多分普通でいいのかな。それで対談して。それかこれをその鍵でこれを開ける？なんかここ開きそうだけど。じゃあそうかもしれないね。じゃあ読んでみますよ。私は一人だ。寂しくはない。一人ずつ連れて行かれ、彼らの悲鳴を聞いてきた。だが子供だった私は生き残り、彼らの悲鳴はようやく聞こえなくなった。だけどやめなさい。しかし確かに必ず絶対に聞こえた。もう聞こえない。私は一人だ。寂しい。あなたはどう思う？っていう鍵を手に入れた。あなたはどう思うなんてあった？鍵の名前があなたはどう思う。あ、豚。多分これがこの屋敷の子供がいっちゃう。あれが多分この屋敷の子供なんだろうな。じゃとりあえず開けてみますよ。そういう設定なのかもね。開いた。うわ怖え。演出の仕方が怖い。死にたい。さ、楽に死にたいだって。怖え。かな。多分これだよね。黒は悪、白は善、私は真実、あなたは嘘つき。これさ、黒のさ向いてるところがあの拷問部屋のところのあれのスイッチにつながってるとかじゃなくて、うん、いや、あ、待って、今、あ、あれ、あ、新しいとこ開いたね。おお、ちょっと待って、このノート返してくる。あ、でもなんかある、なんかあ、来ちゃうんじゃん。あ、いける。逃げなきゃ。必須。私、これ、出口っぽい。私を見た目で判断しないで、それだけ。あ、出られた。おいしい、まずい。またかまどにおいしい、まずいが入ってる。え、出られた？うん、出られたけど、うわ。あー、出た。やばいな。屋敷裏に出てきた。やっと出られたぞ。ゴールすか？ゴールかな？え、結局何だったんだろう。だからこの多分この最後のやつは豚になっちゃったけど豚だと思わないでそれだけっていうことじゃないの。その子供が、屋敷の子供が両親に豚にされたけど豚と思わないで僕はちゃんと元人間だよ的な、そういう感じなんじゃない？なるほど。じゃあ無事屋敷から脱出できたけど結局拠点はどこなんでしょうか？わかりませんが、なんともう帰れない。じゃあこの屋敷で暮らします。いやでもな、こんな生首を見てなんてな、ちょっと物件がな。ということで。住みづらいから新しいところ作るんじゃない？作るんですか？はい、次回告知。次回。憂鬱クラフターズの消失シャープ5。うわぁ、渓谷に落ちちゃった。待ってろ、今土落とすから。ああ、ありがとう。次回レスキューロス。気をつけろよ。あんた後ろ。え、うわぁ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトや Twitter もよろしくお願いします。ではバイバイ。